私は小島さくら。小さい頃からの憧れの町、尾道の大学で日本文学を学んでいる。最近 SNS を通じて知り合った海外の友達から意外なリクエストを投げかけられた。何でも彼らの周りではちょっとした日本ブームとかで、私の住む尾道のクールなところじゃんじゃん教えてほしいというのだ。あら、レイチェル。そうそう、尾道のクールなところって何を教えたらいいの？ Hey, Sakura. Well, I had a think about it and I want to know the three D's of Onomichi. Everything delicious, dramatic, and delightful. 3つの D か。 OK, 任せて。じゃあ今から行くわよ。そんなこんなで私は3つの D を探して尾道のあちこちを巡る小さな旅に出かけたのだった。尾道はね、ドラマチックという側面から言うと、そうね、日本らしさが凝縮された街って感じかな。 Very Japanese. You'll have to be more specific than that. それじゃあね、坂と文学と映画の街ってのはどう？ Slopes, literature and movies? It's Japan's Hollywood?うん、そうね。昔の日本の原風景があちこちに残っていて、たくさんの監督がここを舞台に映画を撮っているの。有名どころで言えば、小津安二郎の東京物語とか。Wow! You mean The Ozu? I've seen that movie! The port town it depicts was Onomichi? It's beautiful! Sakura, could we go there?確かこの辺りの海岸が小津の映画「東京物語」に出てきたところみたいね。That's it! It's just like the scene from the movie! 尾道は尾道水道に面し、北側の尾道市中心街は東西に細長い坂の多い町なんだ。細い路地も多くて迷子になりそうだけど。私は好き。Oh, look at all the cute cats! の猫だけじゃなくて、撫でると願いが叶うと言われる福石猫が1000匹以上もいることや、願いが叶う石牛。街のあちこちにユニークなオブジェがあって、旅人の心を癒してくれる。それに大都会とは違うレトロな建物や触れ合いがあって、尾道の隠れた魅力に出会えるの。 Old fashioned hospitality. I like the sound of that. 山猫ラテです。あ、すごい可愛いですね。これ何ですか？これはカフェラテにお店のオリジナルで猫マークを。川の少ない尾道の人々にとって何より大切だったのが井戸水なの。水道が普及した今でもあちこちに井戸は残されていて、お茶やコーヒーに使われているのよ。尾道 really is a mysterious and exciting place. By the way, you said it's a town of literature? それじゃあ尾道のランドマーク、ロープウェイに乗りましょう。Wait up! Where are we going on the ropeway?ついてからのお楽しみ。で、
あなたに見てもらいたいのがここからのこの景色なの。 Wow! You can see the whole of Onomichi! The waterway sure is narrow! 手前には尾道市中心街、向かい島には市の産業を支える造船所のクレーンがいくつも並んで独特のコントラストを醸し出してない？さあ、文学の小道に到着。 The path of literature? そう、ここはね、多くの有名な文学者が尾道の街に感動して読んだ詩や小説の一節が刻まれた大きな石が文学の小道沿い25箇所に点在してるの。Sakura, you're studying Japanese literature, aren't you? そう。尾道で少女期を過ごした林芙美子っていう作家が好きなの。私はこの人の文学を学びたくて尾道に来たのよ。あった！これが林芙美子の文学碑だわ。What does it say? 海が見えた。海が見える。5年ぶりに見る尾道の海は懐かしい。汽車が尾道の海に差し掛かるとすすけた小さい町の屋根が提灯のように広がってくる。赤い千光寺の塔が見える。山は爽やかな若葉だ。緑色の海、向こうにドックの赤い船が小柱を空に突き刺している。私は涙が溢れていた。Oh, so Onomichi is the ideal place to learn about Japanese aesthetics. そしてここが尾道で一番有名なお寺、千光寺です。Wonderful! ですので、まず合掌礼をして、それから鐘を鳴らす。このお寺は尾道のシンボルなのよ。鐘の音は日本の音風景100選にも選ばれてるんだって。It really has a magical ring.そして世界的な建築家安藤忠雄氏設計の尾道市立美術館に行けばひとときアートな気分を堪能できるの。It's so dramatic!